はい、皆さんこんにちは、村岡美里です。明けましておめでとうございます。新年一発目の動画はですね、タイトルの通り、私がアパレルを始めた時から垢抜けた方法っていうのをご紹介したいと思っております。垢抜けた方法ってお伝えできる立場かなとか思ったんですよね。ただちょっと撮ってみようと思って、入社当時の写真とか見ていてたんですよね。そしたらこれ垢抜けたって言えるわって思ったんですよ。素晴らしかったので、いろんな意味で。なのでいろいろ今日は写真も見せながらいろいろこう解説していただけたらなと思っておりますので、興味がある方はぜひ見ていかれてください。はい、それではまず、私もいろいろこう紙にまとめてきたんですよ。紙にメモにもまとめてきてるので、早速もう始めたいと思うんですけど、私の入社当時の顔がこちらです。そうなんですよ。これは見てわかりますよね。もういきなりポイントくるんですよ。これが7年前ですかね。19歳の時に入社してるので20歳の年だったんですよ。約7年前ぐらいになるんですけど、こちらですね。見てお分かりの通り太ってます。これね、垢抜け動画とかいろいろあるって、もうほとんどの方が結構これはマストで言われてると思うんですけど、とにかく痩せました。でもこの年って太りやすい年なんですよ、この18、19の時って。なので、なんか今もし10代の子とかが見てたら、無理なダイエットはせずに、今私はそういう時期なんだと思ってても大丈夫なぐらい、なんか若さゆえのってやつなので、とにかく私はこれは太りすぎてるかなと思うんですけど、ポイントはまずは痩せました。はい、これが2013年なんですけど、まあ、入社してすぐぐらいなんですけど、次がですね2014年、じゃじゃん。はい、まあ見た目とかはね、まだいろいろ改善していかれると思うんですけど、ちょっと痩せましたよね。なんかこれだけでちょっと変わった気がするんですけど、これぐらい痩せております。1年間でダイエットどうやってしたのとか多分気になると思うんですけど、入った時にもう先輩たちがですね、とにかくもうめちゃくちゃスタイルがいいわけですよ。でこの中にね、さっきのお団子ちゃんみたいな子が入社するわけですよ。嫌でも痩せますね。食べれないと思って、別に痩せてとか言われてもないんですよ。はい、店長から痩せてとか先輩から痩せてとか言われてるわけじゃないんですけど、もう空間にね立てないと思ったんですよ。10代の時のダイエットなのでめっちゃタンパクです。本当に食事制限ですね。食べ過ぎてたのを抑えたぐらいなんですけど、あとは単純に時はもうギャルギャルしすぎて、ネイルはスカルプだし、まつげも2枚付けとかなんですよ。2倍ぐらいかかるし、エクステつけて、でも携帯代払って、私一人暮らししてたんで家賃払ってってしてたらですね、大変なわけですよね。で食費が後回しになった結果、必然的に痩せていったっていうのもあるんですけど、いい感じに痩せていきました。はい、そして続きまして2015年、はい、もうとにかくギャルですね。ザギャルです。この辺はあまり何も変わってないです。2015年は、まあ、その痩せたっていうぐらいですかね。で2016年、ちょっとこの辺りから体型が定着してきたんですけど、すごいですね、こんなミニスカートで歩いてる時代があったんだっていう感じなんです。とにかく派手、全部が派手、抜け感ゼロみたいな感じだったんですけど、それがですね、私の、まあ、一番の見た目が変わったポイントっていうのがあるんですけど、それが2017年なんですよ。2017年がこちら。なんか変わったと思いません？なんかね、自分で言うのもなんなんですけど、なんか変わったくないですか？結構単純なことなんですけど、この時に変えたことは、これも私のポイント2つ目です。痩せたの次の2つ目の、髪の巻き方を変えたです。以前の写真とかは結構もうクリクリ、縦巻きロールみたいな巻き方だったんですけど、この辺りから顔周りにレイヤーを入れてみたりとか、そういうことをして、ちょっといい感じになりました。でもやっぱ髪の毛大事ですね。やっぱ写真見てもメイクはあんまり変わってないんですけど、髪の毛大事です。見た目を変えることってすごく、これ似合ってる？とか
思う時があると思うんですよね。でもそれで出勤した時にお客さんに可愛いね今日なんか違うって言ってもらえたりとか、やっぱそういう風に周りの意見に耳を傾けるっていうのも私はこのアパレルしてきた中ではすっごい大事なことかなと思ってて、周りから見た時にいい自分のこだわりを持つのも大事だし、自分が好きな自分でいることも大事だけど、他から見て褒められる自分になることも結局は自分のためになるのかなと思うので、人の意見に耳を傾けてみるのもいいかなと思っております。2018年、こちらもですねちょっとターニングポイントっていうかポイントが多すぎるんですけど、2018年、私は結構なことをしたんですけど、顔中のですねほくろを取ったんですよ。ビフォーの写真があんまりなくて、っていうのも私顔のほくろがすごいコンプレックスだったんですよ。で結構あったんですよね。でそれを隠すために必然的に厚塗りになってたんですよ。こう肌自体は特にニキビが出やすい肌とか、めちゃくちゃ乾燥肌とか荒れてるタイプじゃなかったんですけど、とにかくそのほくろを隠すがために厚塗りになっていた時期があって、それで一気に2018年に顔のほくろをですね取りました。その結果ですね、じゃじゃん、こういう薄付きのツヤ肌ができるようになったんですよ。やっぱり私は未だに濃いメイクが好きなんですけど、やっぱ濃いメイクってどこかで引き算をしないといけないんですよね。でも昔は肌もすごい厚塗りだったし、メイクも厚いしリップも厚いしってなってたら、やっぱ結構抜け感がなかったんですけど、この肌をにツヤ感を出すことによって、なんかいつもと同じメイクしてても全然違うなっていう風に感じました。そして2019年、この時はメイクが変わりましたね。この辺りからちょっとたまに休みの日裸眼になったりとか、メイクがナチュラルになった時期です。はい、そしてこの辺り、はい、この辺りは結構髪の毛にもレイヤーを入れたりとかして全体的に変化があった年なので、まあポイント的にこれではないんですけど、変化があったなと思います。2020年、もうこれは最近です、超最近です。はい、こんな感じでございます。自分が垢抜けについて話せるかって、あ、ちょっと待ってくださいね。代引きなんですよ、代引き。ちょっとこれ一瞬話していいですか。代引きなんですけどね、これ私のね彼氏の増田さんがいるんですけど、増田さんは本当に代引きを私がいるタイミングを狙っているとか毎回ねこうやってしてくるんですよ。これ私が払うんですよ今から、本当に。しかもまあまあ高いんですよね、本当に。17,580円でしたよ、本当に。なかったらどうすんだって話なんですけどね。これはもう倍返しをしてもらうといたしまして、どこまで話したっけ、どこまで話しましたかね、忘れた。はい、で2020年はまあこんな感じになっておりますよ。ダイエットとかもそうだと思うんですけど、ずっとやるものじゃないですか。短期でやっても結局また太っちゃったりとか、あんまり意味がなかったりするので、あんまり自分に厳しくしすぎずに、なんとなくこうずっと意識を保って、別にそんなに美意識がめちゃくちゃ高くならなくてもいいと思いますし、そんなこと言いながら私も不摂生の結果ですね、こちらにポテトチップスニキビができておりまして、こんにちは。なんかね意味がわからないんですよ。一生懸命ビタミン C とかいっぱい飲んで、でポテトチップス食べてニキビ作ってるってもうどういうことっていう感じなんですけど、たまにはねありますよ、女子だって夜中にスナック菓子を食べることだってありますよ。自分の持ってるコンプレックスにマイナスに向き合うってよりかは、こういう風にメイクしたらこういう風に見えるかもとか、メイクを研究したりとか、写真撮るときはこっちからとか角度はこうしようとか、なんかほんとそういう小さなことでいいんですけど、それで自分がすごくよく写ったり可愛く写ったりとしたら、やっぱモチベーションって絶対上がると思うので、マイナスに捉えずに、じゃあこうしよう、ああしようみたいな感じで自己肯定感が上がるとすごいいいのかなとかも思ってます。まあ今日私が話したポイント的には1番痩せた、次2番は髪の巻き方を変えました。くるくる巻きからちょっとこうニュアンス系な巻き方に変えました。そして3番は顔中のほくろを取って、メイクが薄付きになった、肌がツヤ肌になりましたね、薄付きの肌になりました。はい、そして4番メイクもちょっと薄めになったっていうのがポイントです。そして最後に、人からの意見は本当に大事っていうことで、皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。シェルター TV のチャンネル登録とこの動画の高評価もぜひよろしくお願いします。で、こういうのやってほしいですとかがあれば、ぜひコメント欄にも書いていただけると嬉しいです。あとインスタグラムもやってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。それでは。
ありがとうございました。